아멘.
改めてチャラ消費本部にバスです。お願いします。まあその名の通り、私なんかなぜかチャラって呼ばれてるんですけど、私が卒業までにやりたかった3曲を詰め込んで付き合ってもらったオムニバスです。次最後にやる曲が一番私が今まででやりたかった曲、リッケンバッカーっていう曲で、リッケンバッカーはギターの種類で、まあこれは全然違う、リンクで持ってる人は多分いないんですけど、なんかギター弾くのってめっちゃ難しいじゃないですか。ギターに限らずベースもドラムもボーカルだってさ、めっちゃ難しいし、自分自身弾かれへんわと思ってギターやめて、ケノサークルもやめて、音楽全部諦めてた1年もあったし、まあなんか音楽に限らず、まあ、人生とかいろいろ諦めたくなる時も、なんか終わらせたくなる時もあると思うんですけど、そんな時に自分も聴いてるし、みんなにも聴いてほしいなって思った曲を最後にやりたいと思います。聴いてください。